かなというレベルだよというふうに言っておきます。はい、じゃあこちらへ戻ってない進みましょうか。次のやつです。富山大学行きましょうか。3人の人間が出したグーチョキパーの記録っていうのを取ることにしましょうか。そうすると見えることがあります。はい、3人でじゃんけんしましょうっていうふうに言うんだよと思ってください。で、1回目何を出して、2回目何を出して、てんてんてん、何回もじゃんけんしまくって N 回目でようやく誰かじゃないわ、3人の順位が決まるよというような状況があったとしましょう。 N イコール20回ぐらいっていうふうに言ってください。ね、あの吉本新喜劇とか見ても誰でしょう、じゃんけんぽん、あいこでしょって永遠全員3人がグーを出し続けるみたいな茶番そういうことをやるんだと思ってください、ね、だからやりましょうか今の話を、ね、じゃんけんぽんとかはい、その茶番をやります。茶番の、ね、全部の決まりではね、真面目にね、先手グー後手グーとか全部もうね記録し続けるという、そうすると途中にヤバいところが出てくるよっていう風に気づかせたいと思います。 A さんがグー、 B さんがグー、 C さんがパーとかいう風に、こういう場面がどこかで生じているはずです。全員であらかじめ談合をしておいて、みんなでグーを出し続けましょうっていう談合を破るやつが出てくるんだよね。仮にそうするとC さんはここでよっしゃ俺勝ったって言うから、ここから話が変わってるんだよね。このように緑で×を打ってみてください。何かしらのあいこでない事案が発生すると、このパーを出した C さんっていうのは以降のゲームに参加しなくなるっていうことが生じてるなというふうに分かってくれればいいと思います。2人でじゃんけんをしているよっていうパターンがこれ以降で生じていることと、3人でじゃんけんをし続けてるよっていう場合があるよねっていうことが、この表から想定できればいいよっていうふうに言います。さて、ほんならあとつけるべき知識っていうのが3つか。まず1つ目、3人でじゃんけんをすると1人勝ちになる確率、1人負けになる確率、アイコになる確率っていくつずつか知ってますかっていうの。これは最悪3人でじゃんけんをしますっていうから、決まり手を全て全パターン別居して精査してもいいです。3人でじゃんけんしようっていうと、 A さんがグーチョキパーのどれかを出し、 B さんもグーチョキパーのどれかを出し、 C さんもグーチョキパーのどれかを出すっていうから、 3×3×3 でパターン27通りしかありません。27パターン全部調べてもいいわ。最悪じゃんけん確率ってどうやると絶対に漏れなく正確に確率および決まり手の得点ができるかっていうやり方は知っておいてください。じゃんけん確率レシピ2つでできるんですよ。誰が勝つかっていう条件分岐をすること、決まり手はっていうことを調べて、それを確率化すれば絶対に確率要求というのができます。3人でやると誰が勝つかっていうふうに言うなら、場合を分けてくださいっていうふうに言うんだよね。例えば A さんが勝つ場合、 B さんが勝つ場合、 C さんが勝つ場合っていうのと、 A さん B さんが勝ち、 B さん C さんが勝ち、 C さん A さんが勝つよっていう場合と、6パターンあるねっていう、誰が勝つのっていうふうになったらっていう、この分岐作ればいいよ。決まり手はってグーで勝つか、チョキで勝つか、パーで勝つかっていう、この分岐になるじゃんっていうことが分かってくれればいいと思います。で、この分岐に当てはまらないものは全てアイコになっていると思います。アイコってどういう風に出すのっていうと、四字章で出します。基本的に OK、 人数が多くなったら四字章だよっていうふうに考えてください。あの発想的に分かるでしょ。8人ぐらいでじゃんけんしてさ、誰が勝ったって探すの大変すぎるやん。現場がアイコかどうか考えろって四字章でやってるでしょ。勝ち負け勝ち負け、あ違うね、アイコでってやるやろ。四字章でやってるよね、あれ。さあ、だからこの確率で表現してみようっていうと、1人だけ勝ってるパターンっていうのがここに3つあるんだよね。3つあって、で決まりではって聞くと3通りあるよっていう。全事象27で3人のうち誰か1人が勝ち、決まりでな3パターンあるよっていうふうに言うから、約分するとこれ3分の1っていうふうに表現ができます。 OK。
ちょっとこの辺り材料を拾っていきましょう。次のパターン、一人負けパターン考えましょうっていうから、一人負けパターンってここに出てるよね。これってさ、発想が上の一人勝ちパターンと一緒じゃんっていうふうに気づいてくれればいいと思います。決まり手はグーかチョキかパーかどれかだよっていうふうに言うから3分の1っていうふうに叩いていきます。で、アイコの場合は四字章を考えましょう。あ、何やと3分の1になったやんっていう。これね、じゃんけんの確率ってね、テストに出てくると発想がものすごい簡単なので、まずこれはもう慣れて覚えちゃった方がいいよっていうわ。3人でじゃんけんしたらどうなる。1人勝つ場合が3分の1、1人負ける場合が3分の1、アイコの場合が3分の1。もう一つ言うね、もう一つ言うね。2人じゃんけんを確率で考えるっていうと、2人でじゃんけんの時こそ本当に全パターン列挙してください。手の出し方はグーチョキパーとグーチョキパーの組み合わせなんで 3×3 で9パターンしかないよっていうふうに思えばいいです。で、そうすると1人が勝つよっていう場合も全く同じ発想で、分数って決められますよ。全9パターンの勝ち手がある中から2人でじゃんけんするんやから、例えば A さん B さんにしておこうか、どっちが勝つっていうふうに勝つ人間を選ぶっていう2パターン。決まり手はグーで勝つかチョキで勝つかパーで勝つかっていうことになるから3というふうになると思います。そんなふうに1人で勝つ場合っていうのは3分の2あるよっていうふうに言うし、四字章でアイコは出るからアイコ3分の1になるよっていうふうに言います。ここまでいい？はい。実はこれらのことをわざと今やってるのは全てこの後使うからです。全部いる材料を今下ごしらえしてます。 OKOK で、ここから一番この富山大学解くときにポイントになる大きい技を緑ペンで書きます。何かっていうと、ここに3人でじゃんけんをして順位付けをしなさいっていうときに特殊な